ナンバーアンダーラインアイ I, Music エキスポ2024で見せた。圧巻のパフォーマンスを徹底解剖。ナンバーアンダーラインアイ I, Music エキスポ2024で新たな伝説を刻む。ファン熱狂のパフォーマンスの裏側に迫る。音楽というものは、私たちにとってただの娯楽以上の存在です。特に、日本の音楽業界においては、アーティストたちが心を込めて生み出す作品が、 時にに一一人人人の人生に深く関わり支えとなる瞬間がありますそんな中で最近大きな注目を集めているのがナンバーアンダーライン愛という新しいユニットの台頭ですこのユニットは平野翔、元優太そして神宮寺優太の3人が集結して結成されましたがその存在感と影響力は瞬く間に音楽ファンの心をつかみさらなる期待を膨らませています ミュージサキポー2024では、彼らのステージが大いに注目され、ファンの間で話題沸騰となりました。このイベントを通じて、彼らのパフォーマンスがどれほど強烈であり、またその背後にある努力と情熱がいかに大きな影響を与えているかが改めて示されたのです。ミュージサキポー2024のステージでは、彼らのパフォーマンスがどれほど洗練され、力強いものかが明確に示されました。 ゴートや INZM の楽曲で見せた力強いダンスと迫力ある歌声は、会場のファンを完全に魅了し、彼らのステージに引き込まれていきました。特に、オープニングから一瞬たりとも目を離せない緊張感と興奮がステージ全体を包み込み、ファンだけでなく視聴者までもがその世界に引き込まれました。ミュージサキ・ポーは音楽の祭典であり、多くのアーティストが共演する場ですが、 ナンバーアンダーラインイのパフォーマンスは特別なものとして際立っていました。それは単に技術やビジュアルの美しさだけではなく、彼らがそれぞれのキャリアを通じて培った感性や経験が一つの形となって表現されていたからです。また、このイベントを通じて浮かび上がる一つの重要な問いが、アーティストはどのようにして新たな道を切り開くのかという点です。彼らがそれぞれ異なるユニットで成功を収めた後、 なぜ再び一つのユニットを結成し、ここまで進化を遂げたのでしょうか。これには、彼らの個々の成長と、それを支えるファンの存在が大きく関わっています。彼らの最終結は、単なる過去への回帰ではなく、未来に向けての新しい挑戦を意味しているのです。そして、この挑戦こそが、彼らが日本の音楽業界において、さらなる高みへと駆け上がっていく原動力となっています。 ミュージサキポー2024でのステージ写真や映像は、その証しとして多くのファンの間で話題となり、SNS を中心に広くシェアされています。特に、平野翔のキレのあるダンス、岸優太の力強いボーカル、そして神宮寺優太の繊細かつ大胆な表現力が融合したパフォーマンスは、彼らの成長と進化を象徴するものであり、視覚的にも感情的にも強いインパクトを残しました。こうしたパフォーマンスは、 単なるエンターテインメントを超えたものとして、多くの人々に感動を与えています。ここで考えたいのは、彼らのようなアーティストがどのようにしてファンとの絆を強化し続けているのかという点です。音楽業界では、成功を収めること自体が難しいですが、それ以上に難しいのは、その成功を持続させることです。特に、今日のように情報が瞬時に広まり、 次々と新しいアーティストが登場する時代において、アーティストがどのようにしてファンの心をつかみ続けるのかは非常に重要な課題です。ナンバーアンダーライン愛の3人は、ただ単に良い音楽を作るだけではなく、彼らのパフォーマンスを通じてファンとの絆を深め、常に新しい驚きと感動を提供しています。このような姿勢こそが、彼らが今後も長く支持され続ける理由の一つであると言えるでしょう。さらに、 彼らの成功の背後には、日本の音楽業界自体の変革があることも見逃してはなりません。かつてのように、固定されたスタイルやフォーマットが主流だった時代から、現在では多様性が重視され、アーティストたちが自由に自分の個性を表現できるようになりました。このような時代の変化は、彼らのような新しいユニットが登場し、成功を収めるための土壌を整えています。ナンバーアンダーライン愛は、 まさにその象徴的な存在であり、彼らの音楽やパフォーマンスは、時代の変化に対応しながらも、自らの個性を強く打ち出しています。また、ミュージサキポー2024での彼らのパフォーマンスは、日本国内だけでなく、国際的にも注目されています。音楽は国境を越え、さまざまな文化や言語を越えて人々を結びつける力があります。ナンバーアンダーライン愛のパフォーマンスは、 その多様な要素を取り入れ、グローバルな視点からも高く評価されているのです。これからの彼らの活動は、日本だけでなく、世界中の音楽ファンにも大きな影響を与える可能性を秘めています。このようにして、ミュージサキポー2024でのナンバーアンダーライン愛の成功は、単なる音楽イベントの一場面を超え、日本の音楽シーンに新たな風を吹き込む出来事となりました。彼らのパフォーマンスは、 アーティストとしての進化と挑戦の象徴であり、ファンとの絆を深める重要な要素となっています。彼らが今後どのようにしてさらに成長し、新たな道を切り開いていくのか、その過程を見守ることは、私たちにとっても非常に興味深いことです。このステージが彼らにとってのさらなる飛躍のきっかけとなり、そして私たちファンがその成長を一緒に体験していけることを期待しています。彼らの成長を見守ることは、 まさに私たちファンにとって大きな喜びであり、誇りでもあります。ナンバーアンダーライン愛がこれからの音楽シーンにおいてどのような進化を遂げるのか、彼らが掲げる目標に向かってどのように挑戦し続けるのか、その過程はまさに進化の物語といえます。この物語は、単なるエンターテインメントにとどまらず、彼らの努力と情熱、そして信念が詰まったものです。それは、 アーティストがどのようにして自己を表現し、また新しい世界を切り開くのかという挑戦の記録でもあります。ミュージサキ・ポー2024でのパフォーマンスを振り返るとき、私たちはただ感動するだけではなく、彼らの歩んできた道のりと、これからの道のりについても考えることができます。彼らが一度は別々の道を歩み、再び一つのユニットとして結集した背景には、 個々のアーティストとしての成長と成熟が確かに存在します。その成長は、音楽だけでなく、彼らの生き方や考え方にも現れています。個々のスキルや経験を持ち寄り、それを新しい形で融合させることで、ナンバーアンダーライン愛は他のどのグループとも異なる独自の存在感を放っています。このような進化の背景には、もちろんファンの存在も大きく影響しています。ファンは彼らの活動を支え、 励まし、そして共に喜びを分かち合ってきました。SNS を通じて、ファンたちは彼らの成功を共に祝福し、次なるステージへの期待を共有しています。ナンバーアンダーライン愛のメンバーは、こうしたファンの存在を常に意識し、感謝の気持ちをパフォーマンスやメッセージとして表現しています。彼らとファンとの関係は、単なる一方向的なものではなく、相互に影響し合う非常に特別なものです。 また、彼らがどのようにしてファンとの絆を深め続けているかを考えるとき、私たちはその、双方向性の重要性に気づかされます。彼らはファンの声に耳を傾け、その声を活動に反映させることで、常に新鮮であり続けています。例えば、ミュージサキ・ポー2024のステージショットや、舞台裏の写真が公開された際、ファンはその一瞬一瞬に感動し、 それが sns 上での大きなな話題となりましたこうした瞬間は、ただのファンサービスにとどまらず、ファンとの絆をさらに強固にするための重要な要素となっています。さらに、これからのナンバーアンダーライン愛の活動において、私たちが期待すべきことは何かという問いも浮かび上がります。彼らがこれまで築いてきたものを基盤にしながらも、常に新しい挑戦を続ける姿勢は、今後も変わらないでしょう。 新しい楽曲の制作や、異なるジャンルへの挑戦、さらには国際的な活動の拡大など、彼らにはまだまだ多くの可能性が広がっています。その一方で、彼らがこれまで培ってきた子としての強みを失わず、それをさらに磨き上げていくことが、今後の成功の鍵となるでしょう。ここで一つ注目すべきは、音楽業界自体の変化です。今日では、デジタル化が進み、 音楽の消費方法やアーティストとファンとのコミュニケーション手段が大きく変わりました。SNS やストリーミングサービスの普及により、ファンはアーティストの活動をリアルタイムで追いかけることができ、またアーティストもファンとの対話をより直接的に行えるようになりました。このような環境の中で、ナンバーアンダーライン愛がどのようにしてファンとのつながりを維持し、新しいファン層を取り込んでいくのかは、今後の彼らの成長において非常に重要な要素となるでしょう。 また、彼らの音楽がどのようにして他の文化圏に広がり、国際的に評価されていくのかという点も、非常に興味深い課題です。彼らの音楽は日本国内で大きな成功を収めている一方で、そのスタイルやメッセージ性は、他国のリスナーにも共鳴する可能性を秘めています。音楽は国境を越えた普遍的な言語であり、ナンバーアンダーライン愛のメンバーが持つ個々の才能と情熱は、 世界中のリスナーに共鳴する力を持っていると考えられます。彼らが今後どのようにして国際的な舞台でその存在感を示していくのか、その道のりもまた、私たちファンにとって目が離せないものとなるでしょう。